皆さんこんにちは。モンスターファームシリーズのエグゼクティブプロデューサーの藤田です。モンスターファームシリーズもいよいよ発売から25年目を迎えました。この1年間はモンスターファーム25周年イヤーということで、いろんなことをやっていこうと思います。海外でもね、モンスターランチャー1、モンスターランチャー2をはじめ、さまざまなモンスターファームタイトルをお届けしてきたわけですけども、一昨年モンスターファーム1、昨年モンスターファーム2を日本でリバイバル発売しました。その時からですね、実は SNS を通じてたくさんの海外の皆さんから、モンスターランチャーの1もモンスターランチャーの2もアーカイブで出してくれないかという声をたくさんいただいてました。もちろん私自身が実際当時アメリカに渡って一生懸命プロモーションして、アニメを一緒に作って広げていったっていう思い入れがあって、本当は皆さんのね、その熱いメッセージを見てすぐに出したかったんですけど、なかなか準備に時間がかかっていた。でもちゃんと読んでましたよ。一回一回返事をしたかった。本当は皆さんに作ってるよ、待っててねって言いたかったんですけども、ようやく今日発表できます。モンスターランチャー1&2をパックにして、今年の冬海外の皆さんにもお届けしたいと思います。いやー、長かったですけども、当時のあの興奮をね、ぜひ思い出してもらって、仲間と対戦してもらって、日本のみんなともね、いろいろとやり取りできる機能も備えてます。当時からモンスターのパラメータとかもチューニングして、新しいモンスターファーム1、モンスターファーム2、そしてモンスターランチャー1、モンスターランチャー2が、これで日本と世界と両方揃います。ぜひ皆さん、お手元でこの冬お楽しみください。ありがとうございました。